キャサリン・ヌデレバ・サムエル・ワンジル・ケニアは、オリンピックや、コモンウェルス・ゲームズなどにおいて、800メートル競争、1500メートル競争、3000メートル競争、3000メートル障害、5000メートル競争、1万メートル競争、マラソンといった中、長距離走の優勝者を数多く生み出してきた。ケニアの陸上競技選手たち、とりわけカレン人族出身者たちは、中、 長距離走の世界で大きな実績を残してきたが、近年では、モロッコやエチオピアがその地位を脅かしつつある。著名なケニアの陸上競技選手としては、ボストンマラソンで4度、世界陸上で2度の優勝を果たした、女子マラソン選手キャサリン・ヌデレイバ、男子マラソンの元世界最高記録保持者、ポール・テルラと、ソウルオリンピックの5000メートル競争で優勝したジョン。 ぬぐぎなどが挙げられる。2008年の北京オリンピックにおいて、ケニアは、金6、銀4、銅4のメダルを、すべて中、長距離走で獲得し、メダル獲得数では、アフリカ諸国で、最高の成績を挙げた。この大会では、ケニアの女性選手として、初めてのオリンピック金メダリストとなった800メートル、競争のパメラジェリモや、 男子マラソンで優勝したサムエル・ワンジルが新たに注目を集めた。同年、パメラ・ジェリモは当時の IAF ゴールデンリーグで6戦全勝し、ジャックポット賞金100万ドルの全額を獲得している。かつてオリンピックやコモンウェルスゲームズなどで優勝を重ねたキプチョゲ・ケーノは1970年代から続くケニアの中長距離走の繁栄への道を開いた。 選手であり、中長距離4種目の元世界記録保持者、ヘンリー・ロノがこれに続いた。2000年頃から、ケニアの陸上競技会では、数多くのケニア出身の選手が、他の国々、とりわけ、バーレーンやカタールなどの代表となることをめぐる、論争が激しくなった。ケニアのスポーツ省は、こうした、国外流出を止めようと試みているが、流出は続いており、 ケニア代表としてオリンピックに2度出場しメダルを獲得したバーナード・ラガトは2005年にアメリカ合衆国へと国籍変更をしているこうした選手の流出は多くの場合は経済的な理由によるものだが一部のエリート選手の場合レベルの高いケニアのナショナルチームに加わるのが難しくても他国からであれば国際大会への出場資格が得られ 安いという事情も働いている。日本では、上述の北京オリンピックで、金メダルを取ったサムエル・アンジルをはじめ、ケニア出身の選手が、高校段階から留学し、駅伝やマラソンで活躍する例が、ジョセフ・オツオリ、ダニエル・ジェンが、ジョセファ・ァト・ダビリ、ジョン・カリウキ、メクボ・ジョブ・モグスなど、多数ある。また、実業団や大学から来日し、日本に定着した。 ダグラス・ワキウリやギタウダニゲルのような例もある。2015年世界陸上競技選手権大会では、400メートル H で、ニコラス・ベット、やり投げで、ユリウスイエゴが優勝しており、中、長距離走だけの競合国ではないことを示した。2021年8月14日、ファーディナンド・オムルワがオーストリアで行われた大会の、男子100メートルにて、 決勝で9秒86をマークし、自己ベストを更新した。同年9月18日、ワールドアスレティックスコンチネンタルツアーゴールドナイロビ、キプチョゲ系のカップにて、それを0秒09上回る9秒77をマークし、自己ベストかつアフリカ記録を更新した。アフリカ前発の9秒7台であった。マクドナルドマリがかつてケニアは、1980年代に、 東部、中部アフリカサッカー協会主催の世界フェカップで、好成績を上げるなどサッカーが盛んだったが、その後ケニアサッカー協会の内紛が続いたこともあり、国際的には制裁を欠くようになっている。2004年には、FIFA が政府の介入を理由に、ケニアの資格停止を決定し、この時には、直後にケニア政府の情報があり資格停止が撤回されたものの、 2006年には資格停止が発動され、2007年3月に撤回されるまで資格停止が続いた。サッカーケニア代表からは、マクドナルド・マリガがイタリアのセリエ A で、デニス・オリーチがフランスのリーグアンで、マリガの弟のビクター・ワーニアマはイングランドのプレミアリーグで活躍している。また、日本の J リーグでは、マイケル・オルンガがカシュレーソルに在籍し、 MVP と得点王を獲得した。旧泳領植民地であるケニアでは、クリケットも人気の高いスポーツである。ケニア代表は、1996年からクリケットワールドカップに参加している。2003年の大会では、競合チームを破って、準決勝進出を果たした。ケニアは、2007年から始まった、ワールドクリケットリーグ一部の第一回を、 地元ナイロビで開催し、優勝した。また、2020国際大会にも参加している。ケニアのクリケットについての詳細は、英語版クリケットインケニアを参照のこと。ケニアは、ラグビーユニオンにも実績がある。特に人気が高いのは、毎年開催される、サファリセブンズという7人制ラグビーのトーナメント戦である。2006年のシーズンには、 イヤーブ・セブンズ・ワールドシリーズでケニア代表チームが9位にランクされた。モータースポーツのラリーの分野でケニアは世界的に有名な、また最も過酷なラリーの一つとされるサファリラリーの開催地となっている。サファリラリーは2002年まで世界ラリー選手権の一環となっていたが、その後は経済的事情などで WRC から外れた。 このラリーには、ビョルン・ワルデガルド、ハンヌ・ミッコラ、トミ・マキネン、シェカー・メッタ、カルロス・サインツ、コリン・マクレーなど、世界最高峰のラリードライバーたちが参加し、優勝を果たしている。また地元のドライバーとして、スバルワールドラリーチームから参戦して完走した、パトリック・ジルも有名である。WRC 離脱後も、ラリーは、アフリカラリー選手権の一環として継続されているが、 組織者側は近い将来に WRC への復帰を果たしたいとしている。ケニアはアフリカでは女子バレーの競合であり、クラブチーム、代表チームともにアフリカにおける選手権で実績を残している。女子代表チームはオリンピックやバレーボール世界選手権にも出場しているが、顕著な成績を残すには至っていない。ケニアはアマチュアボクシングでも 実績を残しており、2016年までオリンピックでメダルを獲得した競技は陸上競技とボクシングのみである。また、ヨーロッパや北米、日本などで活躍するプロも排出している。特に顕著なのはソウルオリンピックで金メダルを獲得したロバート・アンギラで、現在まで陸上競技以外でケニア唯一の金メダリストである。また、 スティーブン・ムチョキも1978年世界選手権で金メダルを獲得した。日本ではオリンピックに大会連続でメダルを獲得し、来日してワルインゲ中山のリングネームでプロとしても活躍したフィリップ・ワルインゲ、ミュンヘンオリンピック代表でやはり日本でプロとなったピーター・オルは共に ヨネクラボクシングジムに所属して、日本王座も獲得した友信のぶナプニコともですとナプニ、イサヤイコニーが有名である。2016年、ファトゥマザリカが WBC 女子世界、スーパーバンタム級王座を獲得し、男女通じて、ケニア人初の主要団体の世界チャンピオンとなった。ありがとうございます。